演に合わせて千恵さんはアズマンさんにどうしても渡したいものがありました。幼い頃帰国した玉野さんからもらったジャワサラサで作ったバッグです。Something from our grandmother, the genuine article to take home. Don't worry, thank you very much.今回来日したアズマンさんの親族は総勢19人という一団。実はアズマンさん、マレーシアの大手銀行の会長で、マレーシア日本経済協議会という経済団体の会長も務める重鎮なのです。しかもマレーシア駐在の宮川大使も同行するというビップぶりです。翌日、一行は村上玉野さんが生まれ育った大島に向かいました。訪れたのは村上家の菩提寺だった海南寺です。今回ルーツが判明した大きなきっかけは、この寺の歴代の檀家を記した過去帳でした。これはね、亡くなられた年ですね、大正7年。大島で亡くなった玉野さんの祖父の記録がはっきりと残されています。 Here at the temple where all the evidence is there about our ancestry and the lines. So it's very, very touching that, you know, we prove that we are related. 雲をつかむようなことかなと思って諦めてたんですけれども、最終的にまあこれはご先祖様のお導きだったんでしょうか。はい、このようにご先祖様とつながることがこう見つかったわけですね。はい、そして一行は玉野さんの生家跡地へ。今は空き地になっていますが、アズマンさんの祖母が生まれたルーツの地です。今から100年以上前、18歳だった玉野さんはここからマレーシアに渡ったのです。 She used to live, but of course the house no longer there, but the kitchen is there. So you can imagine how it was. So it's very, very exciting. So I'm glad that she was very adventurous to do that. Otherwise, I cannot be here. 愛媛からマレーシアに渡った一人の女性がつないだ血縁。国境と長い時を超えて、その子孫たちが再び固い絆で結ばれました。この広い日本で世界でこうしてまた親族が出会えるっていうのはすごいことですね。そうですね、100年の月日が経ちながらもこのように本当に若き18歳の玉野さんが勇気を持ってこう愛媛を離れてマレーシアに行かれて、そしてそういう月日を得て、今回親族の方と会われたということで、すごく感動しました。きっとね、天国の玉野さんも喜んでるんじゃないでしょうかね。皆さん本当に笑顔でね、楽しそうに時間を一緒に過ごされてましたから ね。本当に世界は一つなんだなっていうことを感じましたし、この日本とマレーシア、マレーシアとこの愛媛とのつながりができましたので、またいろんな形でまた大きくなっていけばいいなと思いますね。一つまた大きな架け橋ができた、そんな感動の対面でした。特集でお伝えしました。